ジンジャークッキージンジャークッキーは、生姜を入れたクッキーの一種で、クッキーの中でも伝統的なものである。ジンジャービスケット、アメリカでは、ジンジャースナップなどとも呼ばれる。ジンジャーブレッドとも混同され、事実、両者の違いは、必ずしも明確ではない。ジンジャー新ヨーロッパ各地に見られる、香辛料を用いた菓子の一つである。生姜は香りを強くしたい場合はすりおろしたものを、 控えめにしたい場合は、ジンジャーパウダーを使う。生害以外にもアニス、シナモン、ナツメグなどの香辛料や、バニラやココアを入れることもある。また、甘みをつけるのに黒砂糖や蜂蜜を使うことが多い。また、ジンジャークッキーは、アメリカ風にやや厚くして焼く場合と北欧風に薄くして焼く場合がある。薄く焼き上げる場合は、ジンジャー芯とも呼ぶ。ジンジャーブレッドマンジンジャークッキーは、 人の形や子供の形に焼き上げられることが多く、この場合はジンジャーブレッドマンあるいは単にジンジャークッキーと呼ばれる。ジンジャーブレッドマンはキャンディケインと共にクリスマスツリーの飾り付けにも使われる。生姜が入っていなくても人の形をしていればジンジャーブレッドマンと呼ぶこともある。人の形に焼き上げるようになった由来としてはいくつかの説があり、生姜を 病気予防のため食べることを広めた、イギリスのヘンリーパスイを表しているというものや、クリスマスのご馳走を買えない人が、クッキーでご馳走をかたどったものを作ったことからというものがある。ジンジャーブレッドハウスの一例ジンジャーブレッドハウス、またはヘクセンハウスは、ジンジャークッキーで作られた家型の洋菓子で、クリム兄弟の童話、ヘンゼルとグレーテルに登場するお菓子の家のモデルとされる。 ジンジャークッキーで家の壁や屋根を作り、粉砂糖と卵白、レモン汁などで作った接着剤で貼り合わせて作る。さらに、粉砂糖やアイシング、レーズンやアーモンド、ジンジャーキャンディーなどで飾り付けることもある。より芸術性と保存性を高めるため、食用には適さない粘土状の生地でジンジャーブレッドハウスを作ることもある。ありがとうございます。